どうもラックです。見たい聞きたい感じたいレッツコーストコミュニケーションのラックです。今日ちょっといろいろ回ったんですけど、夜なんでせっかくの最後ちょっとなんか自分が行った怖いとこもう一回行こうと思って行ったら怖すぎました。もうダメですね。もうダメです。まずほら、爪も伸びてるから爪切んなきゃいけないし。いやー、怖かった。いや、でもそんなないっすよ。多分動画で見せられる怖さはないっすけど。なんか、怖かった。いや、でもなんか、自分が信じてる反応と違う時って何なんすかね。でもトリフィールド動いてない。でもなんか自分が怖いってなってる。何なんですかね。もう参った。いや、もうなんかこう、寿命がなくなるみたいな感じです。なんか昼間の動画ばっかでなんか皆さんになんかこう、なんだろう、落胆、こけっていう、こかっていう、おいっていう、動画ばっかりやったんで、そっちから流しますけど、なんか、あれだね、なんか YouTube のことばっかり真剣になってて、もともとは心霊現象を撮りたいってことで始めたのに、その情熱が、なんか、投稿したいっていう方に向いてるから、なんか怒られてんのかって感じっす。いや、なんか、やっぱこういう現象、信じて、自分が感じて、あ、そうなんだと思って、人に見せたいと思ってやってるんですけど、やっぱなんか、こう、ネタがないっていうことに、押されると、なんか失敗したなって、なんか失礼なことしたんかなっていう動画を、だと思います。まあ、いったね。なんでトリフィールド動かないですかね。なんか僕の時の神様とか、なんか動いてくれるんですけど。いやー、怖かった。牛の国参りがよくあるとこをもう一回行きましたけど。まあすいませんが、まあ期待しないでお願いします。すいません。まあ僕こんなんで、まあ無知なやつですけど。なんか珍しいような動画を送ってますけど、こんなんでも生きてますんで、すいませんが、よろしくお願いします。おまけでこの後の、やつ、載せるやつは、なんかこの辺の、なんか都内にある変なとこなんですけど、なんか埼玉にある落書きの家に似てるような感じで、よろしくお願いします。ぜひ、なんだろう、ここっていう、これは何を伝えたいんだろうって。まあ、そのままもうすぐ乗っけたいんで、なんか、無音のまま乗っけちゃいますけど、パン祭りです。山崎春のパン祭りっていうところです。都内にはそういうところがあります。これ何伝えたいのかなって。なんか、静止が、なんかストップして、読んでもらえる方いたら、読んで、ここは何を伝えてんのか分かったらお願いします。すいません。今週もよろしくお願いします。ラッキーでした。すいませんね、こんな動画で。お許しください。頑張ります。